お塩ゼミはかつててて毎日の食事と体重を全て記録していくレコーディングダイエットという戦後最大に売れたダイエット本を表し自ら1年で5 5キロの減量に成功した岡田さんがそのダイエットをやめて8年後体重9 5キロまでリバウンドした当時に収録した映像ですさて自身を取り巻くマスコミの競争も収束した時岡田さんはダイエットという行為をどう捉えその効能をどう評価したのでしょうかオタキング CH 管理人このダイエットの話は今からするんですけども皆さんアンケートです。え1 痩せたい。二、いや興味ない。三。 考えたくないですね、えー。その話をするなとかですね。そんな話は聞きたくないっていう意味のですね。1、痩せたい。2、興味ない。3、考えたくないですね。この3つですの、ね、お答えください。はい、では出してください。痩せたい52%。<laughs> 聞いてよかった <laughs> 考えたくない7.7%。この考えたくない7.7%は痩せたいの方にちょっと入れよういたい半分ぐらいの人が痩せたいというふうに思っていると、えー。で、これ5割デブっていうです、ね、今コメント流れたんですけど、そんなことは 実は標準体重ぐらいの人ほど激しく痩せたいと思ってると。あのね <laughs> 体重100キロの人間100人連れてくるのと、女子で体重55キロの女の子を100人連れてきてダイエットしたいですかって言ったらね、絶対ね、体重55キロの女子の方が痩せたいって言うんですよ。で、一応健康体重というやつではですね、まあ平均的な身長の女子だったら体重55キロぐらい当たり前なんですけど、やっぱ日本の女子はですね、体重40キロ台前半でなければ生きていけないというふうに思っているんで,ですね。この番組女子見てない。そんなことはないですよ。えー、前回調べました。8%! 見ておりますからですね。<laughs> 10%と言えないところが形です。8%は見てますからですね。ダイエット番組にね。久しぶりに出てですね。思ったのはですね。まいろんなダイエット方法を言うんですけどですね。正直ダイエットをですね。今僕が語らない理由っていうのは？ もちろんその自分がリバウンドして太っちゃったっていうのがあるんですけどもそんなもんで理由にはならないんですよもし、えー、語りたいのであれば語って僕が自分が面白いと思うのであればなんで太っちゃったのかとかですねいややっぱりダイエット新しいのやるよというふうに何ぼでも語ることはあるはずなんですよね僕にとってなんか今ダイエット語らない理由っていうのは多分今のダイエット番組とかですねダイエットって問題全体に関係してると思ってるんですけどもダイエットにですね飽きちゃってるから なんですよね。レコーディングダイエットでですね本がものすごく売れた時に本当にねテレビにめちゃくちゃ呼ばれるんですよ週にね3本ぐらいテレビに呼ばれてでラジオとかで,ですね雑誌の取材とかでですねもう本当に朝から晩までずっと話聞かれるんですけどももう同じ話なんですねでそれは、まあ、レコーディングダイエットの話もあるんですけどどうやったら痩せれますかどうやったら早く痩せれますかどうやったらますか 楽に痩せれますかと、まあ、この、まあまあ、3つといっても事実上1つの質問がもう交互に交互に交互に来るわけなんですよ。でそれに関してひたすら同じことを答えなきゃいけないと。新しいダイエット法が世間で話題になればそれはバーナーダイエットにしてもそうですし納豆ダイエットにしてもそうですしこれはどうですかというふうに聞かれる。でも僕の返事はいつも同じでこれはあの前のダイエットやってる時からの信念なんですけどもあらゆるダイエットは正しいって僕は思ってるんですね。ここののダダイイエエッットトははは、は正ししくくて、ててて。間違ってるっるいうランキンキグは実は事実事上存在しなくて その人の中でマイブームなダイエットは正しい。その人の中でマイブームが去ってしまったダイエットは間違ってるというか、やっても意味がない。これがその僕が ダイエットに関して、本当にその当時もですね、今も心から信じていることなんですよ。だから、レコーディングダイエットの時に取材されている時も、レコーディングダイエットっていうのは、僕が自分で考えて、ものすごい面白いゲームと、もう自分の体重が上がったり下がったりするのが自由自在にできるゲームだから面白いと思って、その面白さっていうのを人にすごい伝えたかったんですね。その時はいいんですけども、もうそのゲームのですね、やり方とか、その,のを散々散々聞かれてですね、正直言うと、僕はあの。 レコーディングダイエットを含めて、ダイエットというゲームにものすごい飽きちゃったんですよ。で飽きると、ダイエットってできないと僕は思うんですね。よくダイエット番組があるんですけども、も語られない真実っていうのかな。本当は僕、そこだと思うんですよ。 こんにゃくダイエットであれ、春雨ダイエットでいろんなダイエット世の中にいっぱいありますよね。あれ、それぞれ全て正しいんですよ。栄養学の専門家、でもそのダイエット法はこういう問題点があるとか、糖質制限こういう問題があるとか、いや、筋肉トレーニングしないとダメだとか、いやいや、なんか寝てて足でストレッチするだけでいいよとか、いろんなこと言うんですけど、全て正しいんですよ。そこが問題で。それをテレビとかで見て面白そうやってみようと思ったら、必ずそれだけの効果はあると。ただそれが何日続くかなんですよね。で、面白くて何日も続いてて、 で、その時に体重測ったらだんだん減り始める。で、減り始めると、おお、やったやった、効果出たと思って続ければそのダイエットは効果があるんですよ。そうするとみんな、その自分には効果があったから、このダイエットが正しいって言い出しちゃうんですね。そうじゃないですよ。そのダイエットは面白かったんですよ。面白いダイエットは続くから、面白いダイエットには効果が必ずある。でも、どのダイエットが面白いのか人によって違う。ただ一つ言えるのは、 ブームのダイエットはみんなが面白がりやすい。だから、ビリーズブートキャンプもあの、過剰な運動量が面白いわけですね。朝バナナダイエットも朝バナナ食うだけってあの、キャッチーさが面白いわけですよ。そういう面白いダイエットというのは流行るし、流行ればみんなもやってるから私もやろうってことになって、街中からバナナ消えたり、なんか街中変な動きしてるやつがいて、面白がれる。そうすると続くから効果が出てきて、みんな効果がある、効果があるということになるんですね。 でそれが流行らなくなったら何だろうなつきものが落ちるっていうのかな。ブームが 終わればですね。そのダイエット法はおしまいなんですよ。科学的に間違ってるからではないなので、こっから先もですね。いっぱい出てくると思うんですよ。実はこういうのは間違っていたとかですね。最新の科学が証明したっていうのがいっぱい出てくると思います。けども、人間って馬鹿じゃありません。1960年代からですね。科学っていうのはですね。ちゃんと科学的に正しいダイエットと言ってるんですけど、それは必ずと言っていいほど10年後にはひっくり返されるわけですね。<laughs> あの、最新の科学が証明したって言ってるから。あ、最新の科学が証明した昔。の人 私たちはこれに気がつかなかったんだバカだということはないんですよ。人間は昔からバカかしこの量はそんな変わらないですからですね。<laughs> ダイエットっていうのは流行ってるダイエット、それも特に自分の中で流行ってるダイエットが唯一正しくて自分の中で面白いと思えないダイエットは全部間違ってるんですね。 だから、ダイエット番組見るときのコツっていうのは、面白がれそうなダイエットはやってみる。で、3週間ぐらいやってみて、もう自分の中でブームが終わっちゃったら、さっさとそのダイエット方法は手放して大丈夫だっていうのが僕の持論です。で、それをなんかそのね、レコーディングダイエットとかですごいテレビに出てる時からでも、それは言いたかったんですけども、やっぱり長すぎるし、当たり前すぎるんですよね。 言ってしまえば、テレビの人が求めてるのは視聴者が見たがるものをやっぱ見せてあげたいというふうに思うんですよ。で視聴者が見たがるものって何かっていうと。 これまでのダイエット方法は間違っていて、このダイエット方法が正しいっていう唯一の答え。それはもうテレビを見てる人がそれしか見たがってないから、それを出そうってことになってしまうのですね。いや、もう最初僕はダイエットがすごい楽しかったんですけども、いろいろ取材されてるうちにダイエットそのものに飽きてしまい、次にダイエット番組というものを全部になんかものすごく飽きてしまったのですね。今回久しぶりに出たんですけども、やっぱりね、あの基本的には、 このダイエットがいい、このダイエットがダメだという話になっちゃいそうなんですよね。なので、「バラエティーを映えするネタが結局有利か?年」年しおは、今食べるのが楽しい時期なのか。 食べるのが楽しいっていうのはね、なんでしょうね。今日僕、収録中ないなんかちょっとした計算式作ってたんですよ。それは、ダイエットできないという人が番組に出るっていうのは言っちゃえば、結婚できない芸能人と、結婚できた芸能人を出すみたいなもんなんです。そうすると、結婚できた芸能人が、お前たちこうなんだからまだ結婚できないんだって言ってるのも当然なんですよ。それを見てもあんまりしょうがない。僕の立場は、 ダイエットしてその後リバウンドした人間だから、いわゆる離婚した芸能人ポジションなんですね。そうすると、結婚した芸能人が結婚できない芸能人に、あんたらそれだから結婚できないのって言ってんだけども、僕にしてみれば、お前らも育成は俺だぞと。<laughs> お前らももうすぐ俺になるんだからあんまり言わねえ方がいいぞって思うんですけどもね。なのでダイエットっていうのは、ですねできるできないで2つで割るんではなくてですね面白くてやれば僕みたいな人間でも痩せることができるし僕みたいに戦後最大のダイエット本を書いた人間でもダイエット本に飽きればその瞬間全くダイエットができなくなるっていうですね厳然たる事実っていうのが。 あるここをですねその52%をですね痩せたいと思ってる人はですね是非考えてみてくださいダイエット方法っていうのはですね別に本屋に行って買わなくてもブックオフに売ってるやつでも大丈夫ですし糖質制限ダイエットも何でもですねよくあの体に悪いとかって言いますけどもあのどんな体に悪いダイエットも体重1 0 0よりはマシなんですよ。<laughs> 体重100キロは、命の危険領域にまあかなり近づいてるというかですよなのでどんな体に悪いダイエット でもですね、体重が100キロぐらいあったらやった方がましだと僕は思います。で、僕は95キロだからですね、その、どんな方法でもいいから痩せた方がいいに、徐々に徐々に近づいてきてるんですけども、<laughs> さっき話したその収録中に書いた数式っていうのは何かっていうと、人生の幸福量の総和?」 全てをプラスした数字で見るとダイエットをやる人生とダイエットをやらずに太ってる人生でどっちが幸せかなと思ったらですね僕自身細かく計算すればするほどわかんなくなるんですね。ダイエットが面白くなればダイエットしてダイエットが楽しくておまけに体重まで減っちゃってだから面白い相和が上が,上がっていくんですけどところが食事制限しなきゃいけない我慢しなきゃいけないダイエットは意思と気力気力だ根性だと思ってる人はやっぱダイエットやってる期間楽しくないからですね。それがどんぐらいかは かんないですけどもですねダイエットってやっぱりやめちゃえば太るもんですからですね永遠に痩せる体が手に入るわけでも何でもないとはこわないですけど、ね、体質がすごくあるんですね一回ダイエットしてその体が癖についちゃったらわずかそれが23週間であろうともそっから先あんまり太らない体質の人もいれば10年間ガチガチにダイエットをしてでその後、ほんのちょっと気が緩んだおかげで 半年くらいいで、でもものすすごく太っちゃう人もいるんですよで。僕はレコーディングダイエットっていうのをやめてから8年かなちょうど8年ぐらいでですね2 5キロぐらいリバウンドしたのでどっちでもない特に痩せやすくもなければ特に太りやすくもない体質だと思うんですけどもあんまりですね気にせずにですねあの気になるダイエットっていうのをやってみればいいだけだと思うんで,で効果が出たものがもう結局は 効果がが出たもものが自分に合ってるもんです。「考えたくない」と書いた7.7%の人は危険数字っていうのがもうだいたい自分でも分かると思うんですけど僕にとっては 100kg なんですけどその 100kg っていうのが近づいてきたらもう一回考えればいいだけでですね危険数字を超えちゃってる人はですね考えたくないっていうのをですねちょっと考えた方がマジで僕は40代で一回痩せた 時にこれぐらい健康になって、逆に痩せたら風邪ひきやすくなるとかですね。なんかいろんなものを経験したのですね。ちょっと痩せたら今言ったように風邪ひきやすくなるんですけど、トータルで言えば痩せた方が健康にはいいかなという風うに思いますので、ちょっとそれだけですね。たまには真面目にですね、えー、ダイエットに関して語ってみました。岡田斗司夫の youtube を見てくれてありがとうございます、えー、毎晩ですね。だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしく